長岡京駅は京都府長岡京市迅速2丁目にある西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は JRA35、JR 京都線の愛称区間に含まれている。かつては迅速駅と名乗っていた。迅速駅当時に使われていた駅名表は現在迅速公民館前に建てられている。 迅速公民館前に保存された迅速駅駅名標高内島式ホーム2面4線を有する地上駅で通常の上降は内側線ホームのみを使う。京城駅舎がある。駅から村田製作所、万ビ用には直通の連絡道路が並結されている。向こう待ち方で水田総合車両所京都市所への入出庫線が分岐しているため、場内出発信号機を有し、 停車場に分類される。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として西大路駅、桂川駅、向町駅、山崎駅の4駅を管轄している。愛子家及び愛子家の相互利用対象カードが利用できる。日中時間帯は普通列車が1時間に4本停車する。朝夕は本数が多くなる。 2019年度の1日平均乗車人員は2521人である。京都府内の JR の駅では、京都駅、山品駅に次いで3番目に多い。長岡京市の中心部からはやや離れてはいるものの、企業への通勤客を中心に利用客がいる。また、京都府の運転免許試験場への利用がある。近年駅周辺にマンション、ビルが建設され、 道路も舗装されがいかんはきれいに整備された。同じ長岡京市の中でも、より中心部に近い阪急電鉄長岡天神駅の利用者の方が多かったが、近年逆転している。長岡天神駅とは異なり、桂川を隔てて隣接する京都市伏見区西部の住民の利用者も多い特徴がある。京都府統計省及び長岡京市統計省によると、1日の 平均乗車人員は以下の通りである。長岡京駅前に保存されている国鉄用発線、経過車。JR では長岡天神への最寄り駅であるが、長岡京市の駅の中では、阪急京都線長岡天神駅の方が中心部に、近く、当駅周辺の建物の密度は低い。阪急長岡天神駅へは、西口から徒歩約13分。駅前広場には、 車掌車よ8000型が生体保存、かつて使われていたレーケーと d 5 1系の車輪が展示保存されている。西口と東口にバス乗り場が設置されている。阪急バス、京阪バス、JR 長岡京停留所長岡京ハッピーバス、JR 長岡京停留所。 阪急バス、JR 長岡京東口停留所京都市営バス、JR 長岡京東口停留所迅速駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。